シービック戦2009年の航空省で飛行するシービック戦 FAW にデハビランドシービック戦はイギリスの航空機メーカーでハビランド社が開発したイギリス海軍の全天候艦上戦闘機である。デハビランド社における番号は DH-110? もともとデハビランドが 第二次世界大戦終了直後に開発された戦闘機バンパイアの発展型であるベノムの主翼形状を直線翼から交代翼に変更し全転候能力を付与した機体として空軍の発注で開発が開始された正面から撮影されたシービック 1000FAW1 左右非対称のコックピットレイアウトに注目機体の特徴として 胴体が2分されている総動型であり、操縦席は機体の中心軸からやや左にずれた位置に据えられていた。これは全天候能力の要であるレーダーを操作するレーダー種の座席空間を確保するための配置であった。この機体はメスイツネを意味するビクセンと命名され1951年に初飛行し空軍が配備することを決定した。ところが翌年、 ファーンボロ航空省でデモ飛行中のビクセンが空中分解を起こし墜落。観覧していた民間人を含む29人の犠牲者を出す大惨事を引き起こし、空軍は契約をキャンセル、ビクセンの不採用を決定し、代わりにグロスター社が開発したジャベリンを採用した。しかし、海軍がビクセンに興味を示し、航空母艦で使用する。 環状戦闘機として導入することに決めた。当初は同じ海軍機である環状攻撃機のバッカニアと同様に本機も海賊を表すパイレートにする予定だったが、空軍に採用される予定だったビクセンにのっとり、シービクセンと命名され、感情で運用するための改良を加えられた。世界の傑作機ナンバーワン77デハビランドシービクセン分離道、2017年。 ありがとうございます。